ばんは。声ガサガサ。こんばんは。めちゃくちゃ遅れてしまった。すいません。お待たせしました。ちょっとね、10時ぐらいに予約入れてたんだけど遅くなってしまった。めちゃくちゃ寝落ちしてた。お待たせしました。喉ガサガサだ。顔すっきり。いや全然よ。起きてすぐ始めたからもうむくみまくり。分け目逆。そう、眠ってたからね、なんか顔逆になっちゃった。本当にね、最近眠くて眠くてダメだ。カラコン外した、外した、外した。寝てました。眠かった。失礼いたしました。何時間寝てた？何時間も寝てないとは思う。多分1時間とかくらいかな。でもなんかもう眠れなさそう。なんかもうあんまり。切れたことに感謝。そうね、いつも絶対12時過ぎてるんだけど今日はね切れてました。すっぴん、違うすっぴんじゃない。でもね、熱さがちょっと取れてるかも。めっちゃ顔むくんでる。ダメだダメだ。顔のコンディションが。分け目逆。そう、なんかこう寝てたからこうなってしまった。
今日はね放課後ホームルームがありまして、でその後に美容院行って、もう死ぬほど美容院で眠くなりながら帰ってきて、なんかいろいろとしてて、なんか気づいたらもう意識しちゃってました部屋あったかいとダメだ。そう、なんかパタンって感じ。パタン。リップ塗ろう。はあ、暑い。暖房つけて寝ちゃってたからめっちゃ暑い。汗かいてしまった。うん。お、亀さん、熊田はありがとうございます。放課後ホームルームありがとうって、ありがとうございました。こちらこそ。パセリ推しの方がありがとうわ。初めて見たこのタワー、たこ焼き違う、チョコ、何これたこ焼きじゃないな、チョコレートか。ありがとうございます。ちょっと今お礼が書けないので、手持ちで配信してるので、後日お礼するので、よかったら明日配信見に来てください。亀さんありがとうございます。楽しかった、岡がホームレーム。バレンタインデーしようか。ありがとう。一足先のバレンタイン、めっちゃたこ焼きに見えたありがとうございました。嬉しい。バレンタインは生誕の日。そうですよ、バレンタイン当日は生誕祭です。多分そんぐらいに生誕祭の T シャツの詳細出るかも、2月めっちゃ遅いんだけど、遅くなってしまって申し訳ないんだけど、多分生誕祭近くぐらいにデザインが出るんじゃないのかなと思います。当日着れない、まあ着なくていい、うん、なんか別に生誕祭は着なくていい、うん、まあね、家とかで着てください。そんなに癖強くもなく、うん、普通な感じだと思います。そんなに別に変ではないと思う。わかんない割の私のセンスがどうあれかわかんないけど、そんなに
えキッズみたいなのではないと思われる。4周年で着れる、あ全然着れると思われます。ぜひぜひ大概のデザインでも着るのがお得です。無理せんとって無理せんとって、でも全然多分大丈夫だと思う、うん、お楽しみに。まあ多分詳細は来週再来週とかかなくらいに出ると思います。オタクを試すようなことしないよねえでも本当にしないと思う。寝るって LINE したのに Q が怒ってる。え本当に寝てたのに YK がブチ切れてる。え違う本当に寝てたんだってそうおやすみってちょっと眠いけん寝るわって言って LINE して本当に寝たのよ本当に寝たからショールーム配信遅刻してるわけで起きたからね。割とブチ切れてそんなに私のそんなショールームをしてることでそんな怒ることある？そう、だってねってさやって、いや本当にね予約入れてなかったら起きても多分やってなかったと思うんだけど、予約入れてたからさもうそんなねえみんなをねだって40分ぐらいお待たせしておるわけじゃないですか。それはねもう私もこう 寝ててね起きて5分とかもう前髪もなんか傾いてるし起きてうわやばいやばいって言って声カサカサで配信してるのに、髪切ってます。髪ちょっとだけ切ったんだよね。でもね多分怒られない範囲の、ちょっと今前髪がね逆方向向いてるからちょっとやばい、ちょっと髪がボサボサだ。喉乾いた。めっちゃ自由じゃない、なんかちょっと喉乾いたからパックをね飲みたいんだけど手持ちだからさどうしよう。ちょっと天井です水分足りてない。あスプーンじゃない、ちょっと切れてないね。あら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 、まあまあパックでストローがついてないね。あらあらあら奥さん、ちょっとストロー持ってきます。立ち上がるといけんじゃん、結局ダメじゃん。
して廊下寒い。潤ってく。コンビニの店員さんストロー入れてくれてなかった残念。いつもと違うところで、そう、ちょっと手持ち、このなんか手持ちをして配信するのとさ、自立スマホスタンドでこう自立させて配信する時の違い、どういう気分で変えてるんだって話なんだけどさ、基本さ、あの余裕がない時は、余裕がないっていうのが、その心と体に余裕がないときはこういう手持ち配信です。で、余裕があるときにスマホスタンドで固定して、あの両手フリーでやってます。たわこばちゃさん、え、すごい、なんだこれ、なんて言うんだっけ、チョコレートフォンデュ。タワーありがとうございます。かわいいやつが来た、ピンクの、ありがとう。ちょっと例のごとく明日にお礼がなりますが、ありがとうございました。放課後ホームルームもありがとう。ねえ、なんかチョコファウンテン、ファウンテン、ファウンテン初めて聞くな。チョコレートマウンテンみたいなのは聞くけど、ファウンテン、あのなんかバイキングのイオンとかのさ、よく入ってるチェーン店のバイキングでよく入り口前に置いてあるイメージあとティフの東京アイドルフェスティバルの楽屋にも置いてあるから、毎年夏はチョコこうやってつけてた思い出。泉とか噴水ってもなるほどね。ありがとう。ちょっと今ストレスフリー、手持ちがしんどい。ね、マシュマロとかパンとかね、果物とか、ちょっと本当は前髪こっちじゃないんだけど、なんかもう寝てたら肩ついちゃった、ちょっと違和感。
まあ違和感はありますが気にせず。明日はポノでオンラインペアチェキ会があります。5時からかな。よろしくお願いします。クマありがとう。クマさん、そう、ポノ楽しみ。ハートありがとうございます。うん、オンラインが多い最近は特に。まあ、どんな感じかはお楽しみで。モタンさんはあんまり乗り気じゃなかった。うちは明日どうしたらいいって言われて、私が持っていくやつをそのままって言ったら、はい、てん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 はい、てんてんてんってきたんだけど、なんかすごい星がいじめてるみたいな賭け持ってこうかな。そうそうそう、楽しみに。以上、明日はね、頑張ります。ああ。疲れた。明日ももしかしたらお昼ぐらいに配信するかもしれない。昼か朝準備配信みたいな。準備っていうか、ちょっと最近の日常が夜より朝方になってきつつ、朝方って言ってもいいのか分かんないけどになってきつつあります。ちょっとね、夜は眠い最近本当に持たない。
なんかそういう時期をねいつも繰り返してる。前もそうだったけど、また来ましたね。まあ1時間ぐらい、1時間半ぐらい寝たのかな。寝たんだけどさ、なんかもう寝れないから、もうずっと起きてそうな気がする。やだな、寝れるといいな。最近本当にショートスリーパーって感じ。まあオールにならないようにちゃんと寝たいな。朝5時からはしないけど日曜日だから。でも見れる人もいるのかな。お昼ぐらいにできたらいいなと思っております。よろしく。パブミ強い、パブミ強いとは一体なんぞや。おやーって、うん、いや今日本当に余裕なし人間、さまざまなコンディションに。寝起きの目ってなんか特徴的。本当にそう、なんかもう眠いわけじゃないんだけどさ、なんか寝て起きた後のあのどっと疲れる感じ、あれは何なんだあれは一体何なんだって感じ。肩かわいい、なんか餃子。変色餃子。なんか肩ついてる。こっちじゃない気がする。こうか。うん。まぶた重そう。重い。もうこうやって寝てるからさ、重力がさ。もう負荷がこっち側にかかりすぎて、ちょっと大丈夫かな。こんなさ寝起きの顔をお見せして大丈夫かいね。カラコン外した、外した。夜配信で見せようかなと思ったんだけど、なんかねショールームでとか鏡だとめっちゃカラコンいい感じなんだけど、なんか写真で撮ったらめっちゃ宇宙人で写真映えしなくてびっくりした。うん、なんでかね。すごいあの白目狭いみたいな。写真だけなんだよね。なんでなんだろう。カラコンね、なんか雑誌とかの撮影でカラコンしちゃうと目に光が入んないから、カメラマンさんに
敬遠されがちってなんか一番最初に入った時に言われた。だからお仕事では絶対カラコンつけないでってなんか光が入らんくなるらしいです。ほんまかいなって思ったんだけど本当かなって。その時のね私はひねくれてたからね。え、じゃあカラコンモデルとかどうやってんだろうって思いながら STU は別に禁止なわけではないけどプライベートとかお話し会とかでは OK みたいな。でもテレビとかライブとか雑誌は基本裸眼。うん、だからほぼ裸眼うん、世界観との相性、世界観どうなんだろう。もう最近結構プライベートみんなカラコンつけてるイメージあるかも、うん、まあでもおしゃれの幅がね広がっていいと思うけどね。うるうるつやつや。24時まで配信するの。24時までしようかな。でも手持ちいや忘れる気がするけどどうだろう。なんか話題がなくなったらちょっとスーンっていなくなるかもしれないけど、一応今んとこはするつもりです。メガネやコンタクトしてないメンバーっておらん。ミッチュさんとか視力めっちゃいいって言ってた。ほとんどのメンバーはコンタクト半分ぐらいしてるんじゃないのかな。あのカラコンじゃなくて普通の度入り、分かんない。他の 目のいいメンバーでもみちさんはどなしって言ってた。どなし、うん、みちは何でもすごいな。いや本当に何でもすごい。なんか視力さえもいいとね、体も健康。私今日ね曇り止め買ったんですよ、メガネの。初今日有意義な買い物、それ曇り止め。いやめっちゃいいですよ。
ジで曇らないけど、そうなんかね、私ねウレタンのマスクがめっちゃ好きだったんですよ。踊りやすいし息しやすいし。でもさ、なんか最近ウレタンなんかダメみたいなめっちゃ言われるからさ、あの普通のマスクしてるんだけどさ、もうあれめっちゃもうさ、ふわーシュワーみたいな、もう何蒸気機関車みたいなもうメガネが曇りまくるみたいな感じだったんだけど、ね、塗ったらね曇らなかった。でも私の塗り方がその時ね、本当はなんかこうティッシュとかガーゼとかでこうやらなくちゃいけなかったんだけど、もう私は買ってすぐやりたかったから、結構適当にもうね、あのティッシュでパーって拭いて外でねつけてやったんよ。したらちょっとムラがあってさなんかちゃんと曇るとこと曇らないところがあってさ、なんかすごい最初の方ね、なんかもうメガネかけてるのにめっちゃなんかぼやけるみたいな現象が起きちゃって、へーみたいな思って、もう一回やったらちゃんと聞いて、うん、全然大丈夫でした。丁寧にやったら大丈夫って感じ。あのそんなにちゃんとしたやつじゃない、なんかメガネ屋さんとかのじゃなくて、なんかドラッグストアのやつなんですけど、100回ぐらい使えるって書いててめっちゃ良かったです。500円ぐらい、まあまあ安いし、これでねメガネ真っ白で歩かなくていい。前髪結構切った、そんなに切ってない、ちょっとだけ、うん、スプレータイプではなくて、なんかちょっととろみのある液体を垂らしますで拭く。めっちゃいい、おすすめです、メガネの皆様。あ、そうジェルタイプ、とろみそうジェルです。薄めた洗剤でもいい。そうなの、洗剤って何でも使えるよね。料理に吹きかける除菌液とかもあるらしい、怖い。料理に吹きかける除菌液本当に除菌されるのかな、それ不思議だね。すごい世の中、最終的にさ一番汚いのは人間だみたいな言われてさ、人間を除菌しますとかだったらどうしよう、ディストピア、 B 級ホラー映画にありそう モルカーじゃないモルカー
くない？丸まっちゃな、モノマネ。モノマネなのかもわかんないけど、似てるんですか？ほぼ似てないですね。え、モルカー、モルカーかわいい。コメント欄にモルカーが、すごい、コピペしたじゃろこれはすごい、かわいい。流行りだな。流行っておられるわ。モルカー知らない。癒されるよ。おすすめ。うん。面白い。うん、面白いって言われたら難しい。なんか可愛いって感じでも普通に面白いとも思うけど、なんか頭空っぽにして2分ぐらい過ぎたらもう見終わってって感じそう、でもなんか人間が本当にねダメすぎてね、絶望しちゃう。ちょっとまあいいよ、そんなモルカーの事情は。モルカーより太鼓見てる。太鼓はね、太鼓は毎日見てるね。あれ毎日更新されてるのかな。太鼓の日常おすすめ。マイキューが部屋入れてくれないと私住んでます。違うんですよ、部屋が汚いの今人間が人間がじゃない、人が、人を入れれる部屋じゃないよ今。もう察してほしい。部屋が汚いからもう家主でさえさ、家での移動制限されてるから、もうそこに人をさ呼べないの、さらには、うんワンちゃんマイキューが片付けてくれるのでは。もうそういうのじゃないんですよ。なんか分からないですか、部屋が汚い人として、ここまでのさ人としてのセーフラインみたいな何か部屋汚いから部屋片付けてもらうために、なんか部屋にさ人を呼べる人って言うて汚くないんですよ。本当にさ汚い人は呼べないから、そもそも部屋に人なんて私は思うもんだって。友達に片付けてもらうって、その友達を入れれるレベルの部屋って、それは本当に汚いのですか今日思うね私は。私本当にね、あのあれなんですよ、続けられない人だから時間かかる。だってさ、私のさちょっと今部屋散らかってるからとさ、葵さんのさ、え今部屋汚いは絶対違うよ。葵さん家にさたまに行くんだけどさ、行かせてもらうんだけどさ、
いや、え、今汚いみたいな言ってる、どこがみたいな。みたいな、床に何もないですけどみたいな。ホノタンさんの家、ホノタンさんの家はなんか落ち着く実家みたいな。 なんか実家的な感じがある。ルンバ欲しいね。ルンバ欲しいな。でも多分私ルンバ使わないだろうな。ちゃんと掃除できる人本当に羨ましいな。マジなんか実家に暮らしてた時はさ、なんか毎日部屋が綺麗だったからさ、なんでだったのって思ったら、お母さんが お母さんが片付けてくれ、お母さんとおばあちゃんが片付けてくれてたからだって思って。いや、親って偉大だなって思いましたね、本当に。なんかベッドメイキングぐらい自分でちゃんとやればよかったって思いますね、その毎日毎日。学生の時とかもなんかもう家に帰ったらさ、ベッドがちゃんと整えられてるのが当たり前みたいな感じだったけどさ。でもうちの実家はね、なんか犬が来てからね、汚くなりましたね。なんか犬のための家になっちゃって、もう前までは本当にちゃんとね、なんかちゃんとした家庭の家だったんだけど、もう犬が来てからね、まずゴミ箱が机の上にあるんですよ、うちの家。なぜかって言ったら、床にゴミ箱を置いてたら、マメタが本当にね、漁るから、なんかね、犬のためのなんか作りに変わっちゃって。ちっちゃい頃ね、もうめっちゃさ、噛み癖すごくてさ、椅子とか机の足とかをさ、ガリガリ噛んでたからさ。なんか今はね、犬のための家って感じ。小さい頃はね、めっちゃやんちゃでしたね。なんか歯が抜け変わる頃、めっちゃ痒くなるっぽい犬は。だからもう何でも噛んでた。歯抜けてからはね、そんなにだけど。そう、生え変わる。乳歯。
噛み癖ある、犬の噛み癖って結構大変よね、直すの。マメタの近況、全然マメタの情報が入ってこなさすぎて寂しいですね。お豆、マメタ噛み癖どうやって直した？マメタはね、大人になったら噛み癖自然となくなってました。写真とか来ない。そう、今全然家族と連絡あんま取ってないから送られてこないかも。ドライヤーで、まあ連絡取りたいわけでもないからいいんだけど、ドライの一家でございます。犬の写真だけでも送ってほしい。そうだね、生誕祭に家族はやっぱり来ないです。なんかコロナ怖いから行かないって言われた。なんでちゃんとファンの人の枠が空きました。最初はね、トルキでいたらしいけど、まあ別に生誕祭見られても恥ずかしいんでね。全然大丈夫。あっつ。生誕祭に家族来たことありますか？ないですね。ないかも。公園、岡山に船が行った時ぐらいかな、見に来るの。広島には来ないかな。4周年は見たいって言ってますね。でも、あんまりアイドルとか詳しくないんで、うちの家族は。ゴゴリバはねすごいだから楽しかったらしいんですけど、他の公演見てどうなんやろ。多分知らない曲ばっかりだろうから、どんな感じだろう、反応が難しそう。妹さん見る、妹はね本当に興味ないです、私の活動に。てかもうアイドルに興味がないって感じ。ひどいわ。ぐちゃん本人としては家族に来てほしい。
いや別に来てほしいわけじゃないから、まあちょうどいい距離感って感じ。あんまり来られても干渉されたくない。妹何の趣味あれ。妹マジ現代っ子ですよ。旅行とかおしゃれとか彼氏とか、なんかほんと現代っ子って感じ。マジでね、オタク要素が一個もない。アイドルも好きじゃないし、アニメとか漫画も見ないし、なんかもう住む世界が違う人。合わない、そういう合わないですね。ほぼ曲の趣味とかも合わないし、何も何も。ワームルームありがとうございました。こちらこそ。まあだからお互いお互いのこと干渉しないから楽っちゃ楽ですね。オタク少数派。そう、いとこが、いとこの家がお父さんもお母さんも全員オタク、なんだかので、いとこもオタクだったから、いとことの、いとこ家族との方が話は合うかも、どちらかというと。みんな何らかのいとこファミリーは、アイドル曲以外聴かないの。なんか難しいよね。聴くけどそんな特定のアーティストさんを聴くってことはないかも今は。全然。ふう。疲れてないのにため息が出る。吸い込んどこ。また吐いちゃった。ため息ってさ、あんまつかない方がいいんだけどさ、なんか私は疲れが逃げていく感じがしてついちゃうんだよね。なんか憂鬱ってわけじゃないんだけど、全然なんかこう、なんか疲れがね出ていく感じがするので、ちょっと一人の時はため息をつこう。深呼吸っぽい感じに。確かに深呼吸にしとこう。なんかついついやっちゃうんだよね、ショールームとかしてたらさ、うーんみたいな。すごい、だから憂鬱なんじゃないよ。疲れを出してくみたいな。あ、ダメだ、ダメじゃん。疲れてるアピールみたいになっちゃった。何て言ったらいいんだろう。今朝七並べの CM 見た。お、そうだ、今放送中だ。ありがとう。ため息しか出ません今。なんでや、何があったんや。まあでもね、気持ちはわかる。毎日しんどいよね、生き
きるって生きるって毎日大変だ。いや頑張ってる方だと思うよ人間って。わりかし頑張ってるでしょ人間だもの。めっちゃため息つけばそれでいい、後ろだけは見ちゃダメって歌詞が好き。さだまさしさん、おーいい歌詞や。すごいな、このルームのコメント欄、自己肯定感爆上がりコメント欄メンタル回復コメント欄。様だよ。お尻が痛くなってきた。ふう、ね、そろそろ終わろうかな。いやー12時いけるかなと思ったけど、ちょっと私のお尻が限界を迎えてきた。中学の時の友達の相田くんが相田光雄の親戚だった。すごい。それはすごい。もらいたいもん。光雄って。それはすごいな。あと15分。確かに。15分な。ポって書けばそれっぽい。三つをよいしょ、うん、楽しかったです、ありがとう。本当に今日全然だよなんか全然何も喋ってないよ。いや寝起きダメだね。寝起きの脱力感が続いておる。なんやかんや癒された。本当ですか。多分もう今後ね、あのどっかで何か変わるきっかけがないとね、夜するテンションがマジでしんどい夜できないな。まあでもどっかしらでね、何らかのタイミングで生活リズムって変わるから、そんなに長くはこの生活は続かないと思うけど、このままねグダグダしてもなので、そろそろ壇上を読みたいと思います。よろしいですか。読みます。13位が
モンブランさん、12位がマッカさん、11位がイオさん、10位がゼリーさん、9位がヨネさん、8位がカズノリさん、7位が市下さん、6位がトニさん、5位がシンヤさん、4位がトートーさんでした。13位から4位まで皆さんありがとうございました。そして3位がとりあえずルービーさん、2位がカメさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。カメさん、コバチャさん、タワーありがとうございました。今日はありがとうございました。お、こちらこそタワーありがとうございました。ホームルームとかもね、皆さんありがとうございました。59分になるとぽやりに来る人が、そう、みんなねぽやるためにね私のルームに集まってしまうんだよね。今日はちょっとみんながキリよくぽやれるわけではなく、もうぽやりたいと思います。で、今日も見てくださってね、ちょっとめっちゃ大幅に遅れたんですけども、見てくださってありがとうございました。明日はオンラインペアチェキ会があります。ありがとうございました。それではおやすみなさい。ありがとう、バイバーイ。それではまた明日。ありがとう、遅れてすみませんでした。ありがとう、バイバーイ。それではドロン、バイバーイ、おやすみなさい。おやすみ。